今シーズンも始まりました。その初戦のゲーム、このゲームはバルセロナのホーム、もはや言わずと知れたここカンプノウで行われます。すでにスタンドはブラウグラナで染まっています。この時間はバルセロナ対日本、こちらの一戦をお届けいたします。日本国国歌お聴きいただきます。北澤さん、今日からリーグ開幕です。この開幕戦どうご覧になりますか。誰もが待ち望んでいましたからね、はい、ただ気をつけなきゃいけないですよね。今まで準備してきたものがうまく出せるかどうか、非常に緊張感のある開幕戦ですからね。そうですね。バルセロナのキックオフでスタート。バルセロナ対日本、初戦幸先いいスタートを切りたい。ブスケッツ、縦へのボール、吉田、このボールをカットします。田川、カウンターを仕掛けます。スペースを狙う、長いボールを送ります。ビダル、ジョルディアル、出るか。さあ左上がっていく、さあ上げる、中央へ、どうする、吉田、いいプレッシャーです。ないですね。裏のスペースを狙うと、これはつながりません。セルジー・ロベルト、スルーパスを狙う、さあ抜けた、抜けてくる、シュート、ジェラール・ピケ、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。スルーパスを出す、フレンキー・デ・ヨング、素早いパスで攻め上がっていきます。今日の立ち上がりなんですが、両チーム、北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね。ミスは少ない時間帯ですので、じっくりいってほしいですよね。ビダル、また中央へ。バルセロナは先ほどから比較的狭いスペースでのパス回しが目立ちますね。そうですね、常にトライアングルを意識してボールの受け渡しをしてますよね。狭いスペースで細かくボールを回すなど、トラップした後のボールをビーチや、そうですよね、よく取りましたね、これ。村上、バルセロナがここでファールを取られます。山口、ルイス・スアレス、裏を狙っていきます。ミドル、なんと止めた、素晴らしい反応でした。そうですね、ナイスキャッチですよね。しっかり押せましたよね。左サイド上がります。自分で行くのか。中へのクロス、長いボール縦へ、スルーパス、フレンキー・デ・ヨング、セルジー・ロベルト、カウンターを仕掛けていきます。
本田、さあつながるか、さあ来たか、ちょっと伸びてしまいました。これをカットします。前田、ビダル、ウスマヌ・デンベレ、左サイド上がっていく、コース入った、さあシュート、シーマーグ、ここもなんとかしのいでいます。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。好セーブを見せました。メッシーからウスマヌ・デンベレ、シュート、すごい反応を見せました。いや、よく取りましたね。ファインプレーですよね。ジェラール・ピケ、ウスマヌ・デンベレ、左サイドを上がっていきます。中央へ折り返す、ビダル、ビダルからウスマヌ・デンベレ、さあ上がる、来た、シュート、クリス・スアレス、ここは合わせてきましたが、ものにすることができません。最後崩されましたよね、突破されて、すぐに守りきれてないですよね。本田、川端、ここで前を向けるか、ここで笛、全員